ね、運転手さん配信しながら行っていいですか。はい、はい、ありがとうございます。あの新宿までお願いします。はい、新宿です。はい、運転手さんマスク取っていいですか。はい、マスク外してもいいですか、苦しくて。はい、どうぞ。あざす。ちょっとシートベルトしとこうか。お互いのあれですけど、うん、お客様があれなら。はい、新宿どの辺ですか。あ、なんかもう本当に歌舞伎町のど真ん中で叩き下ろしてくれれば。はい。いやちょっと一旦エアコン強くします。あー、さすがっすね。お盆だからお客さんがいないでしょう。運転手さん少ないから。そんなことないか。タクシーが少ないから帰って、お客さんはいないから。私泊まってる車叩いたんでしょ。な、そうなんですよ。そう、タクシーがいなくて。ね、なるほど。はい、ですから。みんなちょっと酔っ払っちゃった俺。こいつ放送事故起こす。いや絶対起こさねえ。俺だってこの前マジで酩酊状態でバロラント9時間やって失言ゼロだぞ。はい、ねえ、失言してないっすよね。なんか僕変なこと言ってます、今。いや、なんで言ってないっすよね。はい、じゃ本当にそう、俺 無駄だよ。俺根が真面目だから失言しないの、本当に。お客様ですか。そうなんですよ。歌舞伎町今から飲みに行ったんですか。なんか飲み行こうかなと思って。今日はやってるんですか。お盆でやっているとこあるんじゃないですかね。やってることはあることはあるんですよね。え、探していきますわ。だから運転手さん、適当に新宿のドンキホーテ、靖国通りのドンキホーテの前でもう叩き下ろしてください、僕のこと蹴っ飛ばして。新宿の歌舞伎町、靖国通りの歌舞伎町、中に入んなくていいんですか。中入んなくていいっす。はい、はい、明日の朝6時までですか、運転手さん。やる気になれば6時まで。やんなくていいよそんな。もうだって十分やったでしょ、運転手さん。はい、もう十分働いたでしょ。十分働く、働いても、もうほんと体が一番っすよ。です、ね、健康が一番っすよ。健康は働いてらっしゃるんでしょ。僕はね働いてないんですよ、こんな偉そうなこと言ってるけど。いや、働く上で食べてるのが一番いいですけど。まあね、そうっすよね。でもそんな甘くないっすもんね、世の中。僕も8年病院で働いてたんでね、はい、かる。8年間病院で勤めてたんで分かりますよ。あ、でも金を貯めて今休養ですか。そう、ちょっと今モラトリアムというか、なんかやっぱいじめられちゃって病院で。病院で。はい、病院ってことは。だ、6年無職です、今。今日そんでなんか久々に外出て、うん、全然そんな。でなんか久々に外に出てみたらこの有様ですよ。酔っ払っちゃって。でもやっぱいいっすね、外は。シャバは、シャバいいっすね。ね、シャバはいいよ、みんな。あー、汗引いた。マジでやばかったよね、さっきね、俺ね。はい、あのやばかったんですよ、汗が俺。だけど普通に今日暑かったっすよね、運転手さん。めちゃくちゃ暑かったっすよね。蒸し暑かったね。ね、あとあれっすよ、運転手さん、タクシーの運転手さん、こういう夏の日って、はい、ずっと同じ体勢に取ってると血栓飛んじゃうから足動かした方がいいっすよ、マジで。あ、タクシーの運転手さんって本当に脳梗塞とか心筋梗塞になっちゃうから、足動かさないと、ストレッチしながらやらないと本当になっちゃいますよ、夏は。
本当に本当に、はい、エコノミー症候群になっちゃうから。任せます。ちょっとみんなとドライブしてる。まだ1ヶ月も経ってない。うん、肩が痛いなんて聞いた同僚が。はい、脳梗塞になっちゃった。ほら、孤独死してます。いや大変っすよね、会社もね。うん、やっぱしかも今このね、ご時世的に普通にね、65歳過ぎても働かなきゃいけないじゃないですか、うん、大変だよね、ほんと。いや、しかも今たコツコツと貯めてれば、まあね、上まで働けば、まあ、大体残るんですけどね。いやでもさ、今もう不況だからタクシー乗る方あんまいないじゃないですか、正直。でもね、僕は結構タクシー使わせていただいてるんですよ。やっぱ運転手さんみたいな方たちがね、頑張ってくれてるから僕たちは快適に移動できるから、僕ほんと応援してるんですよ、タクシー運転手を。タクシー運転手からの、タクシー会社からの案件待ってます、僕。本当に本当に、これは僕嘘偽りなく、だからタクシーの運転手さんとかに態度悪いやつ俺大嫌いなんですよ、本当に。だから俺前園嫌い。で、前園なんかタクシーの運転手に暴行加えたとか言ってる。前園、前園さんっていう J リーガー。そうそうそう、最近ですか。いや最近じゃない、まあ5、6年前かな。うん、まあ酔っ払うと、まあね、気が大きくなっちゃうのかな。でもさ、暴力振るってなくないですか。暴力振るとかなくないですか。そこまで、しないで、もし暴行とか手を挙げたりしたら、これ一発でね、警察に行きますけど。だよね。ヘッドバフとか、そういう座席とかね、うん、後ろのあれをヘッドバフとか、そういう非常に判断が迷うところですね。でもさ、そういう方たちが増えたから、このなんか運転手さんとのとお客さんの席の間にこういうガードができたんですよね、10年ぐらい前にね。コロナもありますけどね。ね、昔はなかったっすもんね、こういうの。ほんとそうだよ、今もう分かれてるからね、ちゃんと。いや、コロナ禍じゃない、昔、10年ぐらい前に、はい、一時期タクシーの運転手さんになんか暴行するみたいなニュースがすっごいいっぱいあって、それで、中のカメラとこのボディーガードついたんですよね、一時期めっちゃあったよ。カメラ全部映ってるけどね。ねえ、そうですよね。うわ、行きつけのスナック教えたくねえ、マジで教えたくねえ、行きつけのスナックだって本当に行きつけなんだもん俺。あ、運転手さん、僕今配信してて視聴者さんとお話してるんでごめんなさい、運転手さんに話しかけてると勘違いさせちゃいますよね。すいませんすいません、僕無視してて大丈夫ですよ、すいません。なんかさ、昔スタナがさ、配信しながらさ、飯食ってたところあるじゃん。ちょっと飯食おう、みんなで、みんなでってか、おめえら食んじゃねえぞ、俺冷てえからな配信中は。ちょっとなんかさ、どこだっけ、スタヌが新宿でね、外配信した時、あいつ頭おかしくなっちゃったんだなって言ってたけど、その1ヶ月後まさかこんな、ちょっと俺さ、歌舞伎町でさ外配信して大丈夫かな、怒られない、法律は犯してないよな、大丈夫だよな、ドラゴンボールでなんとかなるよな。あー、そこで水。いやー、運転手さんありがとうございます。しかもこんな酩酊状態、何も起こらないはずもなく。カードでお願いします。はい、はい、2980円。はい、どうもありがとうございました。運転手さんありがとう。はい、すいません。いいえ、ごめんなさい、どこまで。よし、はい、お忘れ物します。はい、ゆりさんありがとう。はい、ありがとう。はい、どうも。
煮立ったぞ。